チャオ、あっちゃんです。今日はね、あっちゃんの好きなね、スヌーピーが言った名言を紹介したいと思います。スヌーピーが言った名言、僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。すごい深くない？僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ。僕は僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから。この言葉ってね、人間関係における真理の一つ、思うって書いてるね、この記事にね。で、人生における時間という限りある貴重な資産を、あなたのことを嫌ってくる人のことを考えるために使ったり、そんな人に好かれるために使ったりするのは有意義な使い方とは思えない。あなたのことを好きでいてくれる人、あなたのことを大切にしてくれる人、そんな人たちのことを思い、一緒に過ごす時間を大切にしていくことが心豊かな人生を歩んでいくためのコツだと思います。あなたを嫌ってくる人、あなたのことを雑に扱ってくる人、そんな人たちはなるべく関わらないように心掛けること。大切にすべきことはしっかりと向き合いながら生きていきたいですねって書いてんだけどね、ほんまにね、あっちゃんのね、大切にしてくれる人と一緒に生きていく、それが一番幸せやと思うね。あっちゃんはそうしたいし、そうしようと思ってる。でもね、でもねって言ったからね、でもっていうのはほんま一番ダメな答えやねんけど、あっちゃんじゃなく、あっちゃん以外のものを傷つけるものは許されへんのよ。ね、だからやっぱあっちゃんの大切な人を傷つけるものを叩く時間っていうのも必要なのかなと思うんだけどね。それもできる限り減らしていきたいな。やっぱり大切な人と笑顔で笑って生きる時間っていうのは欲しいなって思うね。これがね、すごいね、深かったんでね、ちょっとあれした、紹介してんけどもね。で、それのね、関連があってね、よく似た言葉でね、他の記事に載っとってんけども、あなたを傷つけようとする人、あなたを裏切る人、あなたを見下す人は、あなたの人生に必要ない人。そういうことだよね。だから、人を傷つけたり、人を裏切ったり、人にね、こう、騙したりとかね、人を見下すような人っていうのはね、バッサリ切り捨てていいと思う。あっちゃんもだからね、視聴者さんの中で隠れアンチって言われてて、実はアンチやんだけど、そのブロックされるように書いてきたりして、うざいやつがおんのよ。そんなんにも関わるのやめようかな。ただまあ、あっちゃんはネタとしてね、晒していいともはするけども、あんまり関わっとっても無駄やからね。そういうところをね、大切にしていかなあかんのかなってあっちゃん思うよ。だからこれからもね、そういうおかしなやつらに、あっちゃんの人生に必要ないから時間を費やすのをやめていこうかなと思ってるのよ。ほんまにね、大切な人との時間っていうのは限られてるんよね。あっちゃんもいつまで生きてるかもわからへん。もちろん大切な人もいつまで生きてるかもわからへん。若い年いってる関係ないんよ。で、やっぱりみきちゃんがね、あの若さで病気で亡くなった。そう、みきちゃんとの時間は限りある時間をあっちゃんは過ごしてきた。で、みきちゃんもね、闘病してた3年間は本当に何も捨てて、みきちゃんのために生きた。もちろん子供との時間も削ってみきちゃんと生きた。で、それが本当に幸せやったんか、それが本当に、正しかったのかって言ったら、人生に正しいとか正しくないなんてないね。やってきたその行動が全てを作ってるんよね。だからみきちゃんをね、みきちゃんと一緒に過ごした時間、もちろん後悔がないのかって言ったら、ないことはない。もっと早くに病気を見つけたらよかった、もっと早くに気づいてあげたらよかった、もっと助けられる方法あったんちゃうかなって思うことはいっぱいあるよ。でもみきちゃんと過ごす時間を言うてみたらね、仕事して人間一緒になって仕事したら、仕事の時間っていうのは会えへん。で、ね、いろんな時間会えへんっていう時間をね、病院では過ごしたけども、一緒に話して、何ってことないたわいもない話やねんけど、それをできたっていうのはある意味幸せやったのかもわからへん。で、
どうしても人の命っていうのは限りがあるから、それまでの間、一緒にいれたっていうのもいい時間やったんかなと思うね。だからあんちゃんには大切な人がおる、大切な人と一緒に暮らしたい、大切な人と一緒に、いつもそばにいたいっていう気持ちがあんねんね。でそれは子供であったり、アコであったり、いろんな、もちろんあっちゃんの大切な視聴者さんであったり、いろんな人たちとこう一緒に関わってたい、それをうまくこうね回すっていうのは何か、それは自分でやりたいことやって、周りの声なんて必要としない、周りの声を聞かないことやとあっちゃん思うのよ。そんな人の邪魔するやつらはさようならでいいよね。だからアコとの関係を崩そうとしてくるやつとかおったからね、そんなんはもうさようならしないとか、だからあっちゃんの決断は間違ってはないと思うよ。だから大切な人、大切なものを優先して生きる、これが大事ちゃうかなってあっちゃん思うね。だからそういう生き方をねこれからもしていこう。そうすることによって悔いのない人生を送れるんちゃうかなって。でねもうちょっと、ね、あっちゃんね人生においてっていう話はね紹介を持っててんけどね、それの時にもやっぱよう思っててんけども、悔いのない人生を送ることが大事なのよ。やっぱり最後にね、あああれしたらよかった、しといたらよかった、絶対出るよ。でもやりきっときゃそういう言葉よりも、ああ楽しかったって言えると思う。まあ、やれてないこともいっぱいあるよ、やり残してもね、それでも楽しく生きれたなって思えたらいいんちゃうかなと思う。だからね、あなたを傷つけようとする人、あなたを裏切る人、あなたを見下す人は、あなたの人生に必要のない人、必要のない人にいつまでも粘着する、いつまでも関わるって意味のないことやねんね。でやっぱりスヌーピーが言ったようにね、僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよする時間はないんだ、僕は僕を大好きでいてくれる人を 大好きでいるのに忙しすぎるからってことでね。やっぱり大好きな人、大好きでいてくれる人と一緒にね、いる、その人を大好きになる時間、それが大事なんよね。だからやっぱり、何を優先するのか、何を優先しないのかっていうのを考えて、一番大切なものをなくさないようにするって大事ちゃうかなと思うんでね。だからあちゃんもご飯食べてね、仕事で、まあ、ご飯もね、ある意味ご飯って言ったらご飯やねんけども、仕事でカメラ回してることあるけど、途中で食べ終わるまでにカメラ止めるっていうのはね、やっぱり子供との時間も大切にしたり、喋りたいのがあるからね、さすがにカメラ回っとったら喋られへん話もあるし、そんなのもあって、だから大切なものを、大事にする時間、それを取ることっていいことだと思います。はい、ということで今日はスヌーピーの名言から、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。